はい、さよなかにやってきましたけどね。うお、サボでございます。ナビで、うお、どこ連れてくるんだろうね。右行ったり左行ったり、奥行ったり、大変でございます。今聞いたらね、こっちじゃないか言われて。押し静かく、そっち向かっとんやけど。これやろな。全然違うとこ行ってるからね。左方向ですか。さて、どこから入りますか。これやったらすぐ横やなんかいや、あそこの大阪府の横やんね、これ。これ見たのかね。あら、入れそうないかね。交通安全協会。今何やってんのかね、交通安全協会は。これや。これやったんかね、さっき、大塚公園から見た公園っていうのは。これ全部こういうふうじゃないのかね、これ。英文ばっかり言うとるけど、さっきのお兄さんはね、おう、遠藤埴輪が飾ってあるけど。入れまへんか。押し静か古墳、ここやったんかいね。すぐ横やったよね。ほんで入れないんですわ。え？開かれてんの？あそこになんかあんねんけどね、これ。看板も見えないけど。やっぱりこれ全部こういう本屋だな。どうするんですか、これ。入らせてくれないんかね。全部こういう本。なるほど。やっぱり前方公園だ。入らせてくれたけどさ、せっかく来たのにさ、あかんか。市役所行ったら、入らせてくれんのかね。うちは大塚古墳でございます。いや、残念ですね。入れないですか。公園部でございますからね。方法がね、何メーターぐらいあるのかね、この大きさは。
ここにね、古墳の看板があるんだけどね。看板。はい、看板見てみましょうか。見えんか。まあ、後で調べたらわかるやろうけど、せっかくなのにな、全然見えんがね。はい、残念でございました。せっかく来たのにさ。